どうフィッシャーズシルクです。元木です。本日ナホくんが来ます。こんなのをねちょっと僕買いました。シャンプーじゃん。普通のシャンプーじゃなく、うん、泥シャンプー。あーあるよね。そうそうそう、うん、この中身は、うん、僕が普通に使います。これ紹介いる？いらないです。ディスペンサーじゃん、ただの。このディスペンサーに、うん、このシャンプー全部中に入れます。後日僕が普通にこれ使います。何の説明？台風があったじゃないですか、ここ最近。通った通った。しかとこきます。台風がね来たじゃないですか、はい、地面ぐしゃぐしゃなんですよね。その泥をここに入れます。台風通った後のぐしゃぐしゃの泥をここに入れます。したらただの泥になるわけよ。そうだね、泥シャンプーじゃなくて泥だね。泥になるわけ、うん、これいいシャンプーだから使ってみてくれよと。泥だらけになって、いつこれただの泥じゃねって気づくかっていう。マッドだねなんか電話来てるね。来てるね。はい、もしもし。あれ家にいない？あ、今コンビニいる。あ、うん、わかった、帰るね。はーい。まあ、帰ってるんですけど。ってことで、ナホくんが今から来ます。まずちょっと薄そう。あ、そうね。ね、どうなんだろうね。うん。あ、いい香り。じゃあ入れまーす。お、あ、灰色なんだね。よし。まあ、こんなもんだな。これちょっと洗って、この中に泥詰めていきたいと思いますので。およ。なんでそんな背中汚いの？転びました足汚い、とんち上がんのに。洗いに行こう。泥ついてる。ほんとに？あらお、そんな汚れてたの？汚れてる。すごい、君すごい汚れてる。君がそうなることを見越したかのような、なんか物買ってきた。俺すげえじゃん。じゃあドン、シルクです。元木です。ナホです。アルグめちゃんこ高いシャンプーなんだけど、うん、君に向いてるなと思って。髪と地肌のエイジングケア。カタカナの難しいこと分かんないんだすぐカタカナ使うじゃん。レギュレーションとかさ。あ、レギュレーションだよ。く分かんないんだけど、簡単に言えばいいのにと思うんだけど。じゃあ、ね、簡単に言ってやればいいんじゃない。頭良くなる。ちょちょ、それはね、語弊があるよ、多分。地肌をパワフルに。ああ、それは分かるな。ムキムキになるの。君の頭皮がパワフルになる。パワフルってカタカナは分かる。分かるよ、ムキムキ。力強いっていうか、そうそうそう、張りのある。スーパーマットだから、泥？超泥。超泥。スーパーマットって、そうだよ。ハゲたとこに、ハゲたってごめんな。ハゲてねえよ。すげえ高級な厳選された泥シャンプー。あ、泥だらけだったじゃない。幸い泥だらけだね。そう、めちゃめちゃ泥だらけだから。超都合いいやつじゃん、俺。泥を落とすの。そうすげえ。そう、あとなんか何太ったの。泥全然言えてなかった。元木ハウスだから。元木んちのお風呂入っていいの。あ、いいよ、別に。ちょっと狭いかも分からんけど。あら、綺麗。綺麗だよ。どれどれ。お、めっちゃ綺麗じゃん。椅子ないんだ。こちらのあの高級マットシャンプー使っていきたいと思います。ああ、すげえよ、足の裏泥まみれ。さあ、おまれみたいな。ほら、匂いめっちゃ良くね。あ、本当だね。リンスの匂い。シャンプーだよ。あ、やった。お風呂だ。え、すいません、稽古終わりですか。力士じゃねえよ。もう先に言っとくわ、へこしくじゃねえよ。水の滴るいい男になりました。おい、なんか言えいじったら飽きるんか。いい？うん、いくよ。うん、色どんな感じだろう。あ、冷たい。なになになに。あ、そうか、泥なのか。そうだよ。そう顔汚い。そうか、そうか。そう、普通にそういうシャンプーだ。全体が泥なんだ、忘れてた。そう危ない危ない。でもなんか何、洗ってる感じしないね、これ。あ、そんなに。めっちゃ泥じゃん、これ。お、思いのほか泥じゃん、これ。そう、これ全然泡立たないけど。あ、出てる出てる。冷たい。泥水冷たい。めっちゃ伝わった。え、待った。立ち合い後？力士じゃねえよ。ほんとだ。すげえスースーする。え、めっちゃスースーするよ、これ。スースーする？ただね、寒い。冷たい。後半くせえ。後半臭い？後半マジくせえ。後半マジ臭い？汚っ。浸透してる、すごい。じわーってくる。じわーってきてる。うん。めっちゃ泥。頭皮がパワフルになった感はあんの？泡ある。あ、肩になんかついてる。ほら、ここほら、太ってるから見えねえ。うわ泡立ってる。
ほんとに？泡立ってる、泡立ってる。マジマジ？うん、泡立ってる。めっちゃついてる。あ、すげえ、泡立ってる。固まった。固まった？うん。マジで気持ちがする。すげえな、ドローが。効いてる？効いてる気がする。ほんとだ。結構ガチでしょ？いや、あのね、はい、で正直微妙に疑ってたけど、ほんとにウニドロシャンプーだ。ほんとに効くんだ、これ。聞いてる？なんかね、なんか元気になった気がする、頭皮が。頭皮が？うん。これ以上はなんか申し訳なくなったので、ネタバラシ。で、汚れ落としたでしょ、さっき。本当に汚かったじゃん。本当に汚かった。それを落として、次また泥かぶったっていう状態。汚れて、綺麗になって汚れたっていう。そういう感じだな。なんか元気になった気がするみたいな。地面生えつくばれば、元気になれるタイプか。地面タイプか。あ、毛穴に入ってきたみたいな。だよね。ね、なんか健康になった気がする。パワフルになった気がするみたいなこと言ってたけど。ね、じゃあ公園で転んだらお前強くなれるな。ね、ビスコ食べよう。ビスコじゃん、それ。そのシャンプーは、中身は俺の家で使ってる。そういった泥？それシャンプー。ね、泥。え、じゃあさ、これ何？元気自分家めっちゃ汚れたけどいいのこれ。うん、うん、全然。あ、お前は別に嫌だと思わないのか。元気は知ってるし。うん。あ、これいいやつだ！ね。ってずっとね。言ってたじゃん。なんか、ね、いや、うん。あんま、シャンプーとか使ってこなかったのかなシャンプー見たことないと思ってた俺のことなのかなと思ってシャンプーは使ったことある？シャンプーあるよ。どこ疑ってんだよ汚いよ頭、どうしたてめえらだろいや、あの、関取りの方が関取りいや、頭ぶつけただろこれがシャンプーだよ。それどっち？どっち？右左？右ですよ。それ、ボディーソープですシャンプー知らねえよ動画見てくれてありがとう。説明欄の方にも Twitter、まあ、これもありますチャンネル登録よろしく。